朝日新聞の社説って奇妙な主張があって。トルコでのクーデターは軍の一部に不満があったことが原因のようだ。日本はトルコと協力関係にある。無責任はダメだ。それは。朝日新聞の不祥事に、購買読者は無責任でいてはならない。そういう話？政治家が不祥事を起こすとき、その責任は選んだ有権者にもある。その論調はでも、正しいのだろうか。作品の、言論の責任は、それを言ったその作者にこそ、ないか。民主主義のこの論調を容認すると、どこまでも無責任にはなれる。さらにテレビはスポンサーが支払うので、視聴者に支払わない、その拒否権がほとんどない。舛添氏はあまで糾弾したのなら、やはり作者が責任。それを追うのが筋、だろう。何かの、暗黒の特権はあり、それが歪めた何かはあり、それに責任は向くか。